めっちゃ元気に踊って、あーかりんさんに会えなかった、かりんさんに会えなかった、悲しい。でもめっちゃあれでした、すれ違いめっちゃ惜しかったんですよ、あかりんさんに。5分早かったら会えたのに。めっちゃ楽しかった。もう暑すぎて、なんか髪の毛のね、この髪の毛のここら辺なんて言ったらいいんだろう、この中にめっちゃ湿気が、汗が湿気がたまるんですよ。ショートカットってさ大変。こんばんは。そう、ダンスばかりです。肌白いですか？ちゃんと日焼け止め塗ります。塗ってない。なんかね、赤くなってね、また白く戻るんですよ。こんな体質じゃなかったんですけど、今日さめっちゃ暑かった。なんか待機場所で、なんていうんですか、最初待機してるところがなんか、まあ、会場とは別だったんだけど、なんかあの何、私たちが初めて入った人たちだったけ、全然空調というか、その部屋が涼しくなってなくて、でそのあったかくなるまでにめっちゃ時間かかって、あ、涼しくなるまでにめっちゃ時間かかって、ずっと待っとったんやけど、涼しくならないんですよ全然。なんでかって、それがなんかビル全体で管理されてる空調らしくって、設定温度が28度。飛んだ。28度で熱く感じてしまう自分は、なんかあれなんかな、体力があれなのか、あるある。頑張りました。今日の息をする心、緊張した。真夜中は僕だけの時間だ、誰も眠って。ここのさ歌、一番最初の歌い出しソロのところなんですけど、おきちゃんとゆみこがめっちゃ見てくるんですよ、こうやって。でもこっち向いてこうやって、これをもうめっちゃじーっと見てくるわけですよ、ニヤニヤしながら。それがめっちゃ恥ずかしかった。めっちゃ見てくるんですよ。いや私ね、一回おきちゃんが入ってる6人バージョン、やったことあるんやけど、そんな見んのよ、そんな見んけど、めっちゃ見てきたんですよ。これ練習の時からね。あとね、最初こう、まあ、最後っていうか、なんか D メロの誰か好きになると知らぬ間に微笑むの前、みんながこう集まってくるんですよ。なんかいやもうなんかね、近すぎて、わかる、こうもうなんて言ってないんやろ、絶対そこまで近寄らん振りだし、まあ、そんなに笑う場面でもない、笑うような場面じゃないんですけど、なんかみんながもうなんか近すぎて、こうタラララン、タラン、ね、マネージャーさんがね写真送ってきてね、これこの場面ですよ、この場面、この場面ね、この場面にみんなが寄ってきすぎて、近すぎて、
笑ってしまって、わかる。まあ、これがマイカーバージョン。いや、まあいいけど。ちょっと見てみようか。マイカー乗り、あん、よしよ。近いのは合ってない、まあ、合ってるのかな。いや、これはなんかもうその人によるよ。近く行かないと腕が立たないですもんって言われたら、あー、まあじゃあそれもしょうがないしってなるし。これを乗せてみるか。お、いい目線になりました。そう、そしたらさ、あのマネージャーさんがさ、これも送ってきて、もうラオウやんって言われたんやけど。なん、どういうこと、褒めてる。この画像と一緒に送ってきたんやけど。でもこれが最大限の褒め言葉らしい。待って、私は分からんのんだけど、なんか分からんけ、ちょっとやめてくださいって言ったんやけど、これが最大限の褒め言葉らしいよ。もうほんまに、あの、そう、私の初期の担当のマネージャーさんです。ラオウ、え、知らん、何、ラーメンですか。え、わかんない、そこ褒め言葉、褒めてる。あ、最強、最強ってことか。最強ってことなんですか。ラーメンではない。名シーン、そっちのラ王じゃない、めちゃくちゃな有名シーンなんや。いや、これはシティの中でも有名シーンじゃないですか。タララランラン、これはすごい褒め言葉。分からん。ことの件で一番有名なシーン、ラオウは人物みたいなとこ分からない。ラオウの有名なシーン、なるほどね。いや、な、分からんのよ。ラオウはどこで出てくる、プロレスですか。え、プロレスの漫画、いじられてる、いじられてる、やっぱいじられてるよね。だからこういうのいい意味でねとか言われるんや、わかる。だからこれいい意味でつければ何でもよくなるけどさ、なんかそれちょっと変じゃない。あ、でもまあいい意味でねみたいな、まあ、これ変じゃないわ、さすがにいい意味で丸め込めんけど、なんかちょっと何、その T シャツどっから持ってきたん。いい意味でね、あ、わかる、いい意味じゃないかこれは。まあ、でなんかね、いい意味でって言ったら全部丸め込めるんですよ。めっちゃラオウじゃん。いや、いい意味でねみたいなことでしょ。けどいじられたわけ、つまりそういうことでしょ。いい意味でねって、ラオウは。いい意味でとは知らんけど便利な言葉。いい意味では便利な言葉です。知らんけど、あ、確かに、そう、知らんけどと同じ感じじゃろ。いい意味で、いい意味でと知らんけど、やついフェスセンターかっこよかった、いや、ありがとう。2曲しか知らんやけどね。2曲、
今日中にこれを飲み切ります。いい意味でやついフェス良かった。いや悪い意味があるとこがあるんですね。いや良かったよに対して。いい飲みっぷり、いい意味でね。いやだけどいやなんかちょっとなんかまあまあまあ、それ悪い意味に捉えづらいけどね。いい飲みっぷりですよって、その別に悪印象を持たないですけど。それさ、ピロ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 飲みって知りませんの？え、何それ、知らないんだけど。母ちゃん可愛いね、いい意味でね。だから可愛いに対してその別に思わないから何も可愛いありがとうじゃないですか。だって可愛いに対して何ともあるじゃないですか。顔色いいね、ありがとう、いい意味でですか。まあ、かいいね、いいね、なんだろうね、どのタイミングで使うんだろうね。コカが可愛かったよ、いい意味でね。ハートちゃん、ハートちゃん感出てるね、いい意味でね。ねえ、うん、ある意味可愛いよね。それいい意味でねがいるやつですよ、それだから。ある意味か、ん？それはいい意味でねはいる必要よ。今日のセットリスト、昨日今日で結構、昨日今日で変わったか。なんかマイカーの公園の犬が鳴いてる？どういうこと？こんばんは。ちょっと変えたんですよ、マイカーの公演を2日間で分けたっていう感じだった。プラス STU ミを入れたっていう。犬に似てるね、いい意味でね。犬のいい部分だけを切り取って、髪セトリ誰が考えた？マイカーの担当のマネージャーさんか。私、うん、いい意味で送りつけてきたマネージャーさん。そう、制服の重さ。今日は1曲目なんだっけ、ペダルと車輪と来た道と STU48 と一瞬のスリルで MCV、 そして一杯の水、制服の重さ、ヘタレたちよ MCV で息をする心、好きになれただけで幸せだ、夢力でーす。笑顔ですよー。楽しい公演でした。あ、息をする心フルだった。会場であかりんに会った。そうなんですよ、あかりんさん見に来てくれてたんですよ。にあの見に来てたよって。そう、こんばんは、はじめまして、いい意味で、こんばんは。そうだからもう本当にあと5分であかりんさんに会えたのに会えなかった。会えなく、一方的に会いに来ました、あかりんさんが。ちょっとこれは語弊あるけど、あの見に来てくれて、だからこっちは認識
いるのを知らなかったから、めっちゃ暗い影みたいなところで見に来てくれてたので、会えなかったんですよ。でこのラオウのマネージャーさんは会えたんですけど、さっき今出て行ったよって言って、え呼んでよ、ママ出ちゃったからって。まあそれなんですよ。木梨憲武さんには会えなかったですよ。全くばったりも会ってないです。こんばんは。ぼっちゃん乱入したら出たい、行きたい、乱入行こうかな。元気出します。東京におるけ、こんばんは。今日は土曜日、みんな何してました？珍しく元気ないですか？なんか今日ちょっと疲れたんです。手土産あれば乱入 OK。 もしたい、お土産全然考えてない、やばい。お疲れ様で、疲れちゃったんですよ。でもね、そんなにね忙しいわけじゃなかった。一日を通しては、いい意味で。あ、みんな仕事の方もいるんですね。いたんですね。スタチュラ T シャツ届きました。いいね。疲れた、一杯やってく。え、どういうこと？あ、そっか、みんなは疲れたらお酒飲むとかいう手段があるんですか？湿気が多いって疲れるんですよ。疲れるんですよ。確かに湿気が多いね。多いの？梅雨じゃけ。開放、全部湿気のせい。お疲れ様です、ありがとう。こらまた湿気、手段があるんしよって。かわいいな、ありがとう。確かに今日元気ないね。いや、あるんですよ、あるけど元気ないね。あのなんか今日は、うん、なんかね、そういう日もあるよね。でも毎日配信しとって毎日元気ある、私やばくない？それやばくない？あ、そっか、昨日とかめっちゃ元気だったもんね。いや、昨日がめっちゃ疲れたんよ、ほんまに。昨日はめっちゃ疲れとったんよ。そういう日ある、めっちゃ元気。後ろがシャッター？うん、元気あるか眠そう、ヘラワンで落ち込んでる。そう、そう、ヘラワンの日の、ヘラワン調子悪かったっけね。疲れてる時か、子供もたまに疲れるっけ。ちょっと待って、子供じゃないけど、でも確かに私子供の時めっちゃあれだった、
確かに元気あった。元気ありすぎて寝れんかったもん。なんか今はね、暗いところに、この前さっきメールでも書いたけど、暗いところで静かな場所だったらもうすぐ寝れるんですよ。なんか明るくても寝れるけどね。そうだけど、なんかそのなんて言うんですか、これちっちゃい頃は暗いところでも全然寝れんかった。マジ全然寝れんかった。子供も元気すぎて寝れんかったよ。ジャッキー背が伸びんかったんよ。あの、いや、しかもなんかその家族はあの、まあ、暗いところでこう寝れんけど、まあ、ずっとなんかこうずっとこう目を開けてるわけ。一人じゃないよ。この後家族があの川の字で寝るんやけ、寝とったんやけど、まあ、昔であのこう実起きとったんや、こうやって。で、そこは一人だったんや。もう母さんとかもさ、もう私が寝とると静かじゃけ、こう静かにしとけ、もう寝とると思って一旦家のことするわけですよ。私が寝とる間にまあ食器屋だったりだとか、なんかやってるんですよ。で、私はでも寝れないから、母さんが寝た、この子寝たなって判断したと思ったら部屋を出ていくんですよ。あ、寝たって思われたと思ったら目を開ける。いや、それが嫌なんだけどね。そう、目つむりんさいって言われるんだけど、こう行ったなって思ったらもう目を開けて、で、母さんがあの寝床に着くのをずっと待ってて、で、ずっと待ってて、ああ、まだ寝てなかったねみたいな感じで言われたり、それが言われるのが嫌な時は、あの、その、こうずっと寝たふりしてました。起きてたんやけど、てかそのドアとドアの隙間の明かりからずっとこうやって見てた。なんで怖い、今思ったら怖い。でもこのね、隙間から見えるちょっとの、部屋は真っ暗にされるわけですから、で、この明かりからこうやってずっと見てた。何してるかなって。私寝相悪いイメージある。え、ちょっと待って、めっちゃ寝相いいけ。昨日多分寝相悪かった。こちらをご覧になってください。めっちゃ寝相悪かった。なんかね、昨日苦しかった。なんだったんだろう、もがいていた夢の中で。なんか寝れました。夢も見てない。口開けて寝てません。寝てる。口開けて寝てる。多分お腹出して寝てない。昨日多分お腹出して寝てた。冷えた。寝相はいいんですよ。気持ちよく寝る、気持ちよく寝れてるかな。抱き枕に抱きついてさ、私はね、あの布団をに抱きついてる。っていうから、布団に巻きつく、巻きつく派。掛け布団に抱きつく。わかる？なんか巻きつく派。布団を抱き枕代わりにして、そう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 。寝言でめっちゃさ、じゃあそのあのさ、何ですかね、皆さんの
私の寝てる時の想像ちょっとおかしいですよ。寝言は言ってない、ね、寝言で起きとったもん。なんか父さんがめっちゃ寝言言ってん、ね、父さんとかねめっちゃ寝言言ってて、その寝言で起きるんですよ。アラームね、アラームのバイブレーションでも起きるし、例えば遅刻はすることもあんまりなかったけど、あの学校で、まあ学校があの小学、ほんまに近かったっけ、小学校とかに、ほんまに近かったっけ、まあ7時55分ぐらいに起きたら全然間に合ったんですよ。で、あのまあ8時ぐらいになってたら電灯いけんけど、あのそのいつも起きてくる時間に起きてこんけ起こされるんですけど、そのどんどんどんの足音の感じで分かった。どん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 、やばい起きなきゃみたいな感じで、なんか確実にこれは遅刻したっていう時はなんか、そうすぐ起きますよ。怒られる方が怖いき。どんどんどん、足音に緊迫感ある。隣由美子、最近また一段と可愛い。え、なんでなんだ、誰かにもお話し会でもよく言われる。20歳ですから、20歳。ここに鏡がある、チラチラ鏡を見とる。いい意味で大人っぽくない、いい意味で。一人部屋みたいだけど泣いてない、いや泣いてない。え、ノアピ大丈夫かな。ノア、あの研究生のとはね LINE が交換できないんですよ。やばい、同室、いや同室はノアピじゃない、工藤さんに、あ、マネージャーさんの名前言っちゃった、マネージャーさんの名前言っちゃった。いや、マネージャーさんを介してノアピに、大丈夫ですか、ここカッチ、カッ、あ、リコチ、リコチ、まあリコチですけど、まあリコチですけど、リコチの話なんですけど、なんですけど、マネージャーさんに連絡しました。ノーピ、一人部屋大丈夫ですか。そしてラオウのマネージャーさんはですね、あのなんと西武ライオンズファンなんですよ。私が始球式した時はあのオープン戦だったんですけど、3月6日のあの去年のオープン戦で始球式したんですけど、その時もあのカープ対ライオンズ戦であのマネージャーさん見に来てくれとって、
ラオウのマネージャーさんなんだけど、ラオウのマネージャーさんを見に来てくれとって、まあ勝ったんだけど、カープがなんと、あの今のパリーグの、あ今の交流戦じゃないですか、で、あのチケット取って見に行って、 ラオウのマネージャーさんを見に行って待って、ラオウのマネージャーさんって何なんか普通に言ったらけど気になる。そのラオウのマネージャーさんがセーブライオンズファンだったらしくて、行ってて、そうセーブライオンズ、負けた、今日も負けて、明日もまた。ラオウのマネージャーさんはメールの返信、ラオのマネージャーさん出るかな、配信大丈夫かな、我が生涯に一片の悔いなしですか、合ってる、今日は午後からケンシロウ様との戦いがあります。え、ラオウはどこで見れるん、本人が一人部屋嫌ですって言ってたって連絡来たんやけど、多分言ってないです、心配になってしました。あ、やばい、余計なお世話すぎる、マネージャーさんを混乱させとる、これは K マネージャーさんです、マネージャーさんを混乱、いや私は一人部屋、じゃあ皆さんここに駆けつけてください、一人部屋が怖くなるかもしれないので、今日の夜、怒られるマネージャーさん、配信してるとか連絡来そうなんやけど、Kマネージャー、ケンシロウマネージャーさんとケンシロウマネージャーさんが、いや違いますよSTA どんなな、それどんなあれなんですか、ノアピ一人部屋ですよ、駆けつけた方が怖いわ駆けつけてください皆さん、うん、寝とる時にバスタオル私に来てくれて焦った、なんか悪いことでもしたかと思ったよね、もうベッドの下で待機してる、でもなんかこういうホテルのベッドの下を覗くの怖い、なんでかって、昔ねこういうね、なんかベッドの下におる怖い話を聞いたことがある、
なんか私みあのさポーズを決めたいの、ポーズ。コカっぽいポーズ作りません？ハートちゃん。もうみんな使ったの。ハートちゃん。みんな使ったの。寝るときに天井のシミとか気にならなくない？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 気にならない？え、気にならなくない？気にならないってことだよね。気にならない。新井さんのモノマネポーズ。ハート。目を閉じてコカを飲む感じで。あ、こうしようかな。飲むときに小指を立てる。え、これってマナー的にダメなんだっけ？小指を立てて飲んだらダメなんですよ。言われると恥ずかしい。ほいほマイクも小指立てる。いや立てん立てん。もうあの初期の頃にあのマイクの持ち方をねちょっとねあのなんかあれだったんですよ。怒られて、それからちゃんと一回怒られたことは一回で直さんとっていうあのはい会計のあれでてかちょっと持ち方は戻って、一期生はみんなこうギュッて持ってるはずだと思う。その後後輩はどう持ってるか分からんけど、どうやって持ってるの？それが間違いマイクホールドです。そう。え、会見の家訓はね、なんかちょっと待って、会見の家訓とかいうなんか文字の並びがめっちゃ強そうなんだけど、強そうっていうかなんか歴史ある感じのあれ全然ないですよ。会見の家訓はね、思いやり。もうね、怒られるたんびに絶対ね、なんか。言われた言葉はね、一番残ってる、怒られるために言われるのはね、気遣いと思いやりは違うけんねみたいなことね、なんかそういうことでなんか言われました。で、今でももう一度感覚ですかね、なんか気遣い、なんかその建前のそういう建前なんか気遣ってますじゃないけど、なんて言ったの、気を使うんじゃなくてみたいな、ちゃんと思いやりで自分の気持ちで動くのが大事なんだからって、なんて言ったの、そうしたら悪いこともしよう、なんて言ったらいいのかな、悪いこともせんし、
でね、これね、ちょっとね、もう本当にね、もうめっちゃもうね、本当に母さんにはね申し訳ないけどね、めっちゃ叱られてる時にちょっと遊んだことが、遊ぶっていうか、もうめっちゃ真剣に怒られてるんよ。真剣に怒られる時にさ、なんかさ、こういう なんだったかな、なんか CD を持ってたんですよ。 CD を持ってて、だからなんか円盤のね、なんかないかな、ま、待ってよ。じゃあこれをね、じゃあまあこれが CD だとしますね。これが CD ね。でこれ CD を持ってて、でなんか怒られてる時にこう、あの母さんが目の前に立ったんやけど、この照明の反射を使って母さんの顔にこうやって照明当ててたんですよ。めっちゃ怒られてる時に、でこう照明をこう母さんの顔にこうやって当てとったんやけど、最初は母さんの顎とかをねこう当てとったんや。で何を怒られとったかって、多分なんかその何だったかな、なんかやることやってないのにちゃんとその何、部屋の掃除をなんか、ま、なんか 週3回しますって言うとんのにちゃんとやってなくて、それで怒られとったんやけど、こうやってその時に部屋を片付けようとしたらもう怒られたわけで、だるそうにこう部屋を片付けようとして、こう CD を片付けようとして持ったんですよ。で CD をこうやって怒られた時に母さんの顔にこうやってやってたんですよ。で最初は顎ら辺をねこう照らしとったんやけど、でなんかちょっと手がこう滑った時にこう目の方に行ったんですよ。で照明って目が入ったらフッってなるじゃないですか、うんみたいな感じで、でそれでバレて、いや今こんなに笑ってるけどめっちゃ真剣な顔して、はいはいごめんなさいみたいな感じで言いながらいや今は笑い話にできるけど、これでまた怒られました。そうなんですよ。いやなんでそんなことしたんやって感じよね、ほんまに。めっちゃ反省してる。そうです、いや今は本当に今は面白いけど、あの時はマジで怒られたし、マジでごめんなさい。人の話はちゃんと聞いてってそしたらもうその時の私ね、いやそこ もっと怖いんですよ。人の話をちゃんと聞いてみたいな感じでこうずっと言われるんですよ。その時の私、聞いてますってこれがマジで面白いの。これが本当に面白いの。絶対聞いてないやん、人の話なのに。いやなんかこれね、なんかあるじゃないですか、厳しいさ、こう部活とかでもさ、なんかさ、なんか先生に顧問に怒られるとかの時にさ、なんか、うん、もう本当に真剣に答えるやん、こっちは。いやその部活とかの時は真剣かもしれないですけど、こっちも真剣にね、もう聞いてます、本当に聞いてますってCD の照明をこうやってさ、人の顔に当てて話を聞いてて、いやここら辺で当ててないですよ。なんかもっと下でこう、もっとこうね、なんて言ったらいいんだろう、もうこのも、なんて言ったらいいんだろう、あの持ってるか持ってないか分からん時ぐらいでこうやって話を聞きながらで、ちゃんと聞いてますってでもそれに母さんも笑った、うん、逆に笑った。なんかもういや笑うしかない、 笑ってしまうよ、気持ちのいい、もうすがすがしく嘘つく系で、でも聞いてないやみたいなのあるんです。なんかほんまにそう、なんかなんで聞いてないってなるんですよ。もう何に怒ってるかもわからなくなって、そう今はやらないですよ。今はやらないし、その笑ったけど、なんかその笑い話になったけど、その後またすぐレーン、なんかすぐ線路に戻って、もう、はい。また怒られましたけど。いや、うまくいってないよ、もう。火に油注いだ感じですね。
いやこれ面白いけどね、ほんまにね、あの父さんにも言った、こういうことがあってって。いやそれはお前が、いや面白すぎて言いましたし、今もちゃんと話せる。今自分がされたら、いやもうめっちゃ笑ってしまうよ、本当にめっちゃ笑ってしまう。そんな話いっぱいあるそう。え、あるかな。いやそういうね、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかそういう真剣な時こそ、いや私何してたんかな、うん、なんか他にも面白いね、なんかあるんですけどね、あるっていうかね、なんか私がね、は強い、強なんか強いんですよ。そんなことしていい状況じゃないのにしちゃうか。で、いつも遊んでそうじゃろ。でもガチで怒られる。だから私あの門限を一回も破ったことなくて、あの会家の門限破ったら家に入れてくれないっていうのを、あの学生、まあある程度自由になっちゃった、まあ、小学4年生かなが門限5時だったんです。4時5時だったかな、小4の門限が5時だったんですけど、で家にあのマジで家に入れなかったんですよ。一回も破ったことないですけど、なんかあの噂によると、噂というか、まあ、母さんによると、あのもし門限を破ったら1秒でも 0.1 秒でも破ったらもうチェーンかけて家に入れんようにするって言われて、えもう絶対に帰ると思って、一回もこれ本当に一回も破ったことないです。なんかその母さんとも話したことがある、そういえばあのここは一回もあの門限破ったことないよねみたいな話になって、そう破ったことないよねって、だって破った方が怖いもんって、破ったら家に入れん方が怖いもんって言ってから、まあ確かにそうよねって言って、そう なんかもうたあの59分とかになって、あ帰ってこんか、なんか57分58分って、あこれ間に合わんかなと思ったら絶対59分で帰ってくるあれ何って言われ、確かに59分確かに帰ってくる、なんかあー間に合わんなー、ここはこれ間に合わんなーって思っとったらなんか帰ってくるよねとか言ってから言われとったの。そうビビってる割にはもうね責めるよね。そう厳しいんですよ。えダッシュで帰ってたよ。なんかさあるじゃないですか、あのこっからここまでは何分で帰れるっていう、なんか自分の中でみんな把握してるもんじゃないですか。それのギリ、なんかギリまで遊んで、まあ小学、まあなんか中学生とかの時はなんかもうあんまり遊んだ記憶なくて、逆に STU だっただからSTU と部活じゃったけ、 STU やる前は部活、うん、テニス部じゃったけ、そうなの、高校生もあとコロナとかで、まず外に、まあ、門限を破るあのタイミング機会がなかったんですよ。高校生の門限は9時、中学生は8時、7時 ?8 時かな ?8 時。で、うん、そう、中学生は8時。なんていうかって、部活が6時に終わるんですよ。それから遊ぶとしても8時も終わる。
8時で小学生5時です。早い。反抗期、反抗期、でも反抗期の時もシチューだったっけ。なんかシチューの話もするし、学校の話もするし、シチューの話する時は結構反抗とかする感じじゃないの。なんかさ、今日さ、衣装をさ、なんか衣装のところにさ、 T シャツ入れたら、ホコリいっぱいついとるんやけど、なあちゃんに反抗しとったっけか。今は父さんに反抗期。え、違う、いや、父さんに反抗期じゃないよこれ。え、普通ですよ、通常運転。この交流戦もね、あの、おとといか昨日、おとといか、え、昨日、おとといか行ったんですけど、あの、私が見に行った時は負けたんですよ。で、そしたらなんか見に行くけ負けるんよとか言われて、いや、こっちも言わせてもらうけどねって、あの、父さんがテレビ見るけ負けるんよって言ったら、で、今日になるじゃないですか、まあ、西武戦2連勝してますけど、あの、昨日今日と勝って、あの、あ、今日は球場行ってないんですねって。なんで分かるの、分からんじゃん。いや、カープが勝ったから。確かに今東京です東京ですって送りました。マジで。でもちゃんと、あの、カープの近況をずっと追ってましたって、一球速報で見てましたって送りました。明日は父の日。やば、父さん楽しいだって煽り合いうん、父の日何もしませんよ。なあ、何もせんって父さんに連絡するから。今日は父の日らしいよって、そしたらなんてくると思う。 OK とか来そうでも父の日も東京にいるからね。ありがとうって。母さんには確実に毎母の日ちゃんと連絡します。母の日、去年は、今年はな、あの、え、今年何したかも。連絡した、電話した。で、あの、あれ、何ですか、カープのね、母の日、あれ待って、マネージャーさんが、過去にも一人部屋あったから大丈夫だと思う、一応連絡するねってノアピのことです。ノアピ大丈夫そうです。いや、意外に大人じゃけ、いや、あれ、大人っぽく見える子、そういう子こそ、あの、ちゃんと心配してあげる人がいないとダメなんですよ。だから、この子は大丈夫だって、みんなが思ってる子ほど大丈夫じゃない時があるけ、そんなに気づいてあげんとね。
これは気遣いじゃないやめて。これは思いやりです。でも気遣いしてることあるのかな。思いやり、なんか母さんに思いやり思いやりって言われるたんびになんとなくあのしてたと思うよ。思いやりで動くようになってたと思うよ。知らんけど。父さんには気遣い、その煽りの連絡に返信してること自体がもう気遣い。でもみんなには思いやりで動いてます。今日はね、ま、あのヘアメイクさん、話変わるんやけど、ヘアメイクさんがね、新しいヘアスプレーを買ってきてって言ってて、え、何ですか、それ何ですかってね、こうちょっとあの興味を持ったら使ってみるみたいなことになりまして、前髪が絶対に崩れないヘアスプレーをあのやってもらったんですよ。ほら、ちょっと今はちょっとずれてるかも。ほら、わかる？あ、今ずる、何もしてない時の方がなんか崩れちゃう。ほら、普段だったら前髪絶対なくなるようなさ、あれなのに。いや、これはサラピに教えてあげにはいけん案件ですよ。チヨチヨ前髪、あー、シャンプーが大変な、シャンプー大変なのかな、どうかな、うん、まあ大丈夫でしょ。こんばんは。眠そう。お、マネージャーさんから寝た。激しいダンスで乱れた前髪、いいんですか？でもなんか正直今も悩みです。公演とかアンコールになったら絶対前髪が大変なことになるんですよ。これはなるんですよ、本当に。そういう時ってどうしたらいいのか。マヒナはドライヤーし始めますから。でマヒナがおるアンコールはあのちょっといつもより遅いかもしれんし、あのメンバーもいつもより余裕持って時間で準備するんやけども、そのままでいい。そうなの。前髪だ。オール星になってるのやつ。オールバックでしょそれ。いや無理やろ。オール星。ちっきオール星って打ってる人はオールバックってことでしょ。ね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。アイドル前髪、アイドル前髪でしっかり決めてきちゃったのに、アイドル前髪かわからんけど。しっかり。オールバックはいけんやろ。ピロ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 ー、息をするここでこういう振りがあるんや。ごめん、めっちゃ話変わるんやけど。うん、
話は変わるが、今日の栗林は高騰しやがって。栗林さん、ナイピー。こういう振りがあるんよ。ちょっとこれどういう意味なんだろう。この振りの意味はちょっと分からんけど、あのこのタッ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 みたいな感じで音があるんですよ音があるんですよ。こういうタッ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 みたいな音があるんですよ。それに合わせてます。ペダル2番にこういう振りあるよ。そろそろこのあたりで足をついてしまおうか。歌詞が分からん。こう歌われたらいいじゃろ。足をついてしまおうか。弱音を、弱音。空さの彼のあたりで足をついてしまおうか。弱音を吐き、弱音を吐きたくなる。こんな風ですよ。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。なんでこの風にしたんだ。あ、そうなんですよ。このなんでなんでっていうの、これも口癖すぎて、いろんなものことを気になる。ブンブン。子供は言うよね子供じゃなくても言うんじゃけど、子供じゃなくても言っとるんやけどなんかちょっと寒い。昨日の配信も途中からね、寒くなってます。部屋広そうですか。ほんまにキャリーバッグをギリギリ広げてます。あくびをしたら怒られとったじゃん、昔学校の先生で。学校の先生に、その先生がさ、私があくびした時になんか呼び出されて、なんか怒られるんかと思ったら、あくびを我慢したかったら、このここ唇の上を、上にベロをつけたら我慢できるよみたいなこと言われて、え、そんな話のために呼んだの？いやと思ったけど、え、そうなんだと思って、こうやってやるけど、いざあくびが出るときにこうやらん。もうそんなの思い浮かばん。そんなこと教えられても誰がやるん。誰もやらんでしょ。本当にやるん。舌が短い、かわいい。
今日は短いし。あくび出た。聞いたことない。ほんまそれない。私いざね、そのないざね、そのあくびが出るよっていう時にね、思い浮かばん。あくびやるよりそれやってる方がまずい。いやそうない。あくびするより人の話聞いた時にこうやってなんかやっとる方やばい。いやその時は CD で先生の顔照らしてない。うん、やばすぎ。いや、私小学校の時先生怒られたことあるかな。あるよ、ある、絶対にある、めっちゃある。多分小学生の時とかに、ね、あのね、なんかあのなんかね、何だったかな、あ、クラスで集合写真を撮る時にあのこう「はいチーズ」って言われるじゃん。こう「はいチーズ」って言われるタイミングで「はいチーズ」みたいな感じでこう動いとったよ。わかる？じゃけん絶対さ、絶対ブレるんですよ私が。だから先生がそれに怒って、何回するんって、もうそれ何回するんですかって、そのこのそれやるせいでうちらのクラスだけはいつも2回撮るものを3回4回撮るようになってるんですって言われて、でもそれ言うんだけど毎回やってたんよ、ほんまに。そう、先生が「はい行きまーす、 1+1 は2」でねえ先生 1+1 は2何回言うんと思いながら、うん、やってた。でもほんまに、でもこれは怒られとったこと1で、これねガチで怒られとったんよほんまに。目的なんなんだろうね。そう、いやなんかさ、小学生の集合写真でさ、あのなんか、まあ、よくさ、なんか今でもだけどさ、こう前にね転がって、ああこういう子おったわーみたいな感じで言うじゃん。私的には私の小学生のハイチーズはもうどれだけブレるかみたいな感じだったよマジで。ハイチーズみたいな感じでしたから、怒られてたけど、マジで怒られてた。あと何だったか、あと何だったかな、何だったかな、なんかしょうもないこと、ね、思い出せんけど、もう絶対ある。あ、なんかね、あのアジサイ、ね、なんかアジサイに水をやったかやらんかったで、なんかあのこれアジサイね、そうアジサイに水をやったら、なんか水をやった人はなんかその印をつけていくみたいなで、アジサイこう水をやったらさ、こうあのこう 水やり当番がねあったんやけど、私なんか後出しだったんや、わかる？じゃけあの朝水やったらこう印つければいいものをなんか貯めて1,2,3とかやってたわけよ。でも毎日ちゃんとアジサイをその大事に育てとったんよ。え、アジサイアジサイなんじゃけど、え、絶対アジサイなんじゃけど、アジサイ、アジサイ、そう、私ねそういうのが好きだったんよ。なんか印を一個ずつつけるんじゃなくて、なんか一気につけた方がなんかフィーバーみたいな感じでさ、なんか良くない？で私的にはこういう考えなんやけど、なんかこう着々とさ、こうさあのこうつけるんじゃなく、こう
1,2,3 ってこうフィーバーがなんかフィーバーなんですよ、なんか私的には。なんて言ってないのかな、3個行った方がもうブーストじゃないけど一気に前に進んだ感があって、そうめっちゃ好きだったんですよ、そっちの方が。そしたらなんかあのその何なんか私がこの印をつけてないことをあのその思って、あのなんか友達が、あコカちゃんが水やりを忘れてるんだって言って、私が水やり毎日やったのに、なんかあのその友達がもう追い水やりやったんですよ。だから水やり2倍水やりやって、私のアジサイだけ全然育たなくて、なんでかっていうと水のやりすぎでなんか腐ったか、なんかそのジメジメしすぎたか、なんかビチャビチャだったのか、なんかその適正な量よりあのその私がやるんや。そう、それでなんか言ったんですよ。だからそれはここか、それはカイさんがあのもうちゃんと毎日印つければ防げたことでしょって、友達その子もあのよくしてあげようってやってもらったのに、寝ぐされ寝ぐされって言うんですか、なんか私でも私の中では3日やってないって思われてるかもしれんけど、3日やっとるけんもうピョンピョン、3日っていうかもう3回やっとるけんピョンピョンピョンっていう気分だったのに、そう友達がね私のその水やりの後にまた水やりしてじゃあやらんでよかったよね、私水やりマジで。そう反論の余地なしよ、そうじゃけどな、はいって優しい友達優しい。でもアジサイからしたらありがた迷惑でしょ、アジサイの目線だったらね。いやもう水いっぱいだよってアジサイが思っとるわけやけ、いい友達。いや私が意見印をねつけとらんけ、いやおもろいよねマジで、小学生ってなんかほんと何考えてるか分からんけおもろいね。え今日は真面目なコカが一切見えてこない、いやだからこういう経験を経てあの真面目になっていく、学びを得るんですよ。ああそういうことか、ああそういうあのこれはしちゃダメだって普通の子がしないようなことをやって失敗してきたけ、だから学びを得て、小学校高学年ぐらいになって真面目になりました、学んでたくさん怒られて、いやそうよね、でもなんか怒ってきた、怒る立場の人からしたらさ、なんでそんないらんことするんっていうさあれだったんよ。で私の中ではもう全然いらんことじゃなくて全て必要なことで、あちょっと待って、今話した中で必要なことはないけど、その印を3個つけるのも自分のこの気持ち的に必要なことで、あのハイチーズ、このハイチーズでブレるのはなんかこう何とも言い訳できんけど、そうでもそういうのを得て、あこれやったら怒られるんだと、あこうやったら怒られるけど、もう怒られるのがつまらんくなってきて、なんで怒られるんだろうと思って、あやっとることがいけないんだっていう、そのわざわざやってることがいけるのやってるの学んで、効率的にちゃんと物事も考えれるようになりました。すべて今についてしっかり学んで成長してる、いやほんまに面白い気、一つ大人になった、一つ大人になったんや、そうなんや。
泣ける話でしょ。よかった、ちゃんと成長できてよかった。待って、なんかこの前さ、なんかさ配信しとる時にさ、終わった瞬間にさ前からさ LINE が来てさ、あのショールームのスクショの LINE が来てからさ、配信お疲れさんで、私が配信の終了間際にね、じゃあ今からお風呂入ってきまーすバイバーイみたいな感じで切ったんですよ。そしたらなんかスクショが来て、あのマイがマイキューが、今からお風呂行ってらっしゃいみたいな感じで来て、しれっと見られてたりするんです。でその時の話、配信その LINE が来た瞬間めっちゃ思いましたよ。私変なこと喋ってないかなと思って、もうこういうのもしかしたら研究生のことか見て、3期生のことか見てたらめっちゃ恥ずかしい、やだ。これは過去の全部私の話ですからね、これ過去のことですからね、全部。今は大丈夫。木登りをして降りられなくなった昔ね、昔選ぶ。そうです、必死だけど、まあ大丈夫。昔はまあ昔でも今も私の中に眠っているものです。ハートちゃんの土台になってる。そうそう、マネージャーさんを見てたりするから怖いよ。大丈夫大丈夫。ああパパはこういうところがあるのかって思われるかもしれない。私ももうそろそろ配信終わります。今は写真撮るときはちゃんと、言っとるよ、ブレてないじゃん。配信見てくれてありがとうございました。たまにブレたくなるときない、ないない。たまにブレたくなるときない。メンバーも見たくなる配信、え嬉しい、よかった。他の配信よく喋るらしい私他の配信に比べてよく喋るらしい。なんかそうなんや、やっぱり。この配信ありみんき、配信面白いです。よかったよかった。そうずっと喋ってる。無言が数分続く。あそうなんや、口数コメント的確ほんまに。よかったちゃんとね、そんな小川さんに惹かれとる。ちゃんとねあれ見てますよ、コメントも。じゃあ、 スクショタイム撮るね。対応力高くてよき。ココピの配信は楽しくて嫌なこと忘れられて出たココピマジで。そのもう自分でも昨日さニックネームココピとか言っとったのも、あの昨日限定で、昨日限定の話なんじゃけど、もう今で忘れとったもん。ココピココピもう全く忘れとった。やる気、はーい、はいチーズ
クショ、いやもうブレインよスクショは、ちょっとやめて、そういう過去や、過去の私の話じゃん、いつでもブレない、それはもうダメですよ、もう学びを生かさないと怒られちゃうから、ファンの人でもちょっとスクショしたてタイミングでさ、マジでブレないでってなんか怒られたら困るし、怒られんけど、ごめんごめんって言いながら、はい、じゃあランキング読みます。13位水鉄、12位癒し系、11位島猫、10位つか、9位サージカル、8位マキマキ、7位ミオロ、6位バオバブ、5位ゾウ、4位ノッシー、3位スバル、2位ポッパヤシマちゃん、1位はライトニング。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。楽しかった、ありがとう、楽しい配信でした。私も途中ね、なんか今日一日元気がなくて疲れてて言ってたんですけど、元気になりました。この後は寝ます。はい、ありがとうございました。